高下電気鉄道株式会社は、群馬県において、中央前橋駅と西木流駅を結ぶ鉄道路線である、高下線を運営する鉄道事業者である。通称は、高下電鉄、略称は、上電。東武鉄道の連結市会社で、他に上新電鉄が、大株主となっている。旧運輸省の欠損補助を受ける事業者の一つであった。 高下線は1990年代後半以降の10年間で乗客が4割減の状況が続いている。また、大保駅をもよりとする群馬県立前橋東商業高等学校が群馬県立前橋商業高等学校と合併のため2008年度をもって並行したため、定期旅客収入の中核である通学利用が減少した。職員数も合理化や退職。 採用の凍結によって15年ほど前に比べ4割近く原因されたが2007年には高校新卒職員の採用が久々に行われた。一部列車にはアテンダントも試験的に乗務している。鉄道省荷物扱いも長らく行ってきたが宅配便などの普及による利用者数減少やワンマン運転実施により廃止された。 路線図工芸電気鉄道700型電車蒸気の他に、胴体保存目的で東急から、電気機関車で3020系3021、東部から、鉄製有害車手200系241を譲り受け、応募列車区にて保管している。両車とも車席はない。過去の車両導入予定車両工芸線の応募から、分岐し、伊勢崎を経由して、 埼玉県の本庄に至る路線の計画があったが、昭和の大恐慌の煽りを受けて実現しなかった。群馬県立歴史博物館発売の資料、群馬の鉄道によると、群馬県及び埼玉県内北部の都市間連絡鉄道として、以下の路線を計画していた。なお、2004年まで使われていた旧万道大橋は、高下電鉄の路線計画を、受け鉄道道路併用橋として、 使えるように設計されていた。戦後、軌道として使用される予定であった部分は、交通量の増加により、道路として拡張された。また、同資料によると、東武鉄道との合併計画があったが、これも実現しなかった。現在、他社連絡で直接接続しているのは、東武鉄道機流線赤木駅しかない。昭和40年代に、 中央前橋駅一毛町駅間から国、群馬県、前橋市からの補助金を交付されて国鉄前橋駅と接続するという計画があったがウエデンプラザビル建設などのウエデン側の事情から実現しなかった。現在は日本中央バスによるシャトルバスで接続を行っている。また、西木流駅はかつて 気流市の都市整備計画で気流駅での国鉄接続が検討されたが事実上構想は立ち消えになっている。2007年に入ってからは群馬県交通政策課沿線自治体有識者で委員を構成する工芸潜在政等検討協議会懇談会によるミーティングや校聴会説明会などが開かれている。2007年以降県 沿線自治体の補助金を受けて運営している。高下線の1日乗車券として赤木南六1日フリーギップを通年で発売している。また、10月と11月の土日と鉄道の日、群馬県民の日に限り使える、鉄道の日群馬県民の日記念ワンデイフリーパスを枚数限定で発売している。60歳以上の人を対象に9月の敬老の日に限り、 高下線前線が1日の料理自由な乗車券、敬老の日ワンデーフリーパスを中央前橋、えぎ、大吾、赤城、西紀流の各駅及び営業課にて発売している。中央前橋駅にはウェデングッズのガラスケースがあり、一部の小物は改札で問い合わせれば販売してもらえる。過去のギップ類や大きいグッズは北口から右に徒歩1。 二分の本社内を入った三階総務部でも販売している。1995年4月7日までバス事業を行っていた。前橋市を中心に沿線にて運行していたが、モータリゼーションなどで業績が悪く、路線バスは1990年代に入っても冷房車が一台もない状態だった。最後は新里駅発着の一路線のみとなり、 貸切バス事業についても1995年4月1日をもって日本中央バスに事業場として撤退した。車両は日野自動車製に統一され、1987年から1993年までワンマン仕様のボンネットバスの復活運転も行っていた。ボンネットバスは引退後、日野自動車が引き取り、最初は県内の新田工場にて保管されていたが、 東京都八王子市南屋の日のオートプラザに移された2002年にありがとうございます。